今回ご紹介するのは共栄旅館です。野崎さんにお話を伺いました。この共栄旅館は2011年にリノベーションしたばかりのとても綺麗な旅館です。部屋数は32室、離れもあり、そちらは16室、合わせた宿泊人数は50名となっています。こちらが食堂です。お出しする食事は、真心こもったボリューム満点の家庭料理。温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちに、美味しい温度で召し上がっていただけるようにと心配りをしています。また車で10分ほど行くとイカで有名な呼子に着きます。夕食に名物のイカを食べて共栄旅館で素泊まりをされる方もいらっしゃるようです。すぐ目の前には芝生がとっても綺麗なエネルギーパークがあり、休日は親子連れに大変人気のスポットです。釣り好きの方は近くに岡和津港がありますよ。共栄旅館にはビジネスでの長期滞在の方や県内外からのスポーツ合宿、観光のお客様など様々な方が宿泊されます。訪れた皆様に心落ち着くひとときを過ごしていただきたいと、いってらっしゃい、お帰りなさいの会話を欠かしません。アットホームでなんだかほっとする、ただいまとドアを開けたくなるのは、満面の笑顔が出迎えてくれるからかもしれません。アットホームな旅館です。皆様を笑顔でお迎えいたします。